オンジャス、どうも、サオでございます。最初のやつは何も思いつかなかったので、このままいきます。皆さん、この話ご存知でしたか？僕知らなかったんですけど、何の動画撮ろうかなって思ってた時に、2020年8月頃にですね、ダイパのプロトタイプ版のデータが、リークで出ていたっていうことが判明してたらしいんですけど、これご存知だったでしょうか？以前、金銀のプロトタイプ、まあ、体験版のデータを見てね、なんか知らんポケモンいっぱいいるね、みたいな、そんな動画の回がありましたね。こういうのとか、炎コグマでしたっけ。まあ御三家からいろいろ変わっているっていうものでした。まあプロトタイプ版ってね、難しく言っているんですけれども、まあ開発版ですよね。ダイパの場合はまあ開発用に使ってたバージョンっていうわけでございます。まあただこれに関してはガセ情報っていうね、ポケモンが出るたびにあのガセリーク、外人が作ったガセリークに騙されてきていたとは思うので、まあ話半分、まあ、僕的に 75% ぐらい正しいと思って、聞いてみてください。それではどんな内容がリークしていたかっていうと、結構面白いものになります。海外の方が、かなりツイートとか、あと4ちゃんに投稿しているんですけれども、でそれでまとめサイトとかにも、結構話題になってるんですけど、まあ、こちらがまずシェイミだったりします。製品化される前のバージョンですね。まあ、簡単に言うなら、まあ、グラフィックがちゃんとできてなかったりとか、まあ、差し替え前のデータだったり、あとはグラフィックができてるけど発売の時にゴロッと変えたり、まあ、そんなものになってます。まあ、雪の王もね、なんかちょっと人間っぽいんですよね。まあ、より雪男っぽいデザインにしようとしていたんですけど、ちょっとキモいから発売後に変えたみたいなね、お話があるのかもしれません。まあ、ただ信憑性として高いなっていうものに関しては、このマップのデザインとかもあるんですよね。で、ポケッチの旧デザインだったりとか、あとはこうジムを変更するためのコードとかね、開発用っぽいものは精巧に作られているのかなっていう感じ。あとこのミツハニーめちゃめちゃキモいじゃないですか。だけどこれ本当にこのデザインで出そうとしてたっていう証拠は、確かにあるらしいんですよね。あの開発インタビューかなんかの時にこのミツハニーのデザインが出てて、まあ、そこが一致してるからガチなんじゃねっていう話にもなってます。次に見ていただくのがガブリアスです。進化前結構好きなんですけど、これイラスト待ってます。ぜひどうも書いてください。これ深丸ガバイトガブリアスなんですけど、まあこれもともとこれだったらしいんですけど、これどうでしょうかね。ただね、これね、調べていく限りいろいろあのここに関しては意見があるようで、ガブリアスね、水ドラゴンにする予定だったそうなんですけれども、水ドラゴンじゃちょっと強すぎるっていうところで、4倍弱点つける地面ドラゴンに調整されたっていうね、お話が開発側で実際にあるんですけど、まあ、このデザインからするとこの地面ドラゴン感が大幅に出ていて、今のやつの方がどっちかっていうと水ドラゴン感があるので、まあ、そこは実際どうなのっていうところで、まあ、ここが真偽不明みたいになってる要因だそうです。まあただね、この深丸の前のデザインはめちゃめちゃ可愛いですね。最後はちょっとまだ作ってる段階だったのかなみたいな感じですね。蛍光王ネオラント、まあ蛍光王に関しては海王がの進化前なんじゃねって言われてたんですけど、まあネオラントね、ちょっと可愛いですよね。これあれみたい、あの口カパカパしてるあれみたいですね。名前が出てきません。あとはコリンク、こんな感じだったそうです。で、バチチっていう名前でした。で、バチバッチです。名前ウケんだけど。ランバルドなんですけど。で、皆さん気になりますよね。ヒードランがね。そりゃヒードランが気になりますよ。いや、気になんねえ。気になるということなので、ヒードラン見ていきましょう。ヒードランはベータ版ではちょっと浮いてるように見えるっていうね。これ作詞だよな。これ目の錯覚で浮いてるように見えるけど、なんでベータ版でまで ヒードランいじられてるんだろう。エムリット、アグノム、ユクシーなんですけど、まあ、見た目は変わってないんですけど、後ろ姿が変わってますよね。ちょっとスイ君みたいになってんだよな。まあ、こういうところの差もありますね。頭の後ろ変じゃねえ。でもこれこういう予定だったってことか。なんかちょっと変わってない。でもこれ前と後ろで、まあ、ディアルガ、パルキアはまあ変わらずなんですけど、
まあほぼ変わってないですね。まあ、ちょっと変わった人たちが結構いるんで、まあ、次見ていきましょうか。通称スロースターターレジ・ワロスさんなんですけど、こちらです。これワロタですよね。まあこれは多分デザインできてなかったのかな、まあ原案で適当に書いてるのか、まあただの嘘なのかみたいな感じですね。これ見ちゃうと嘘かもしれないって思う人もいると思うんですけど、まあこういうことは割とよくありますよ。でまあクレセリアなんですけど、こんな感じですね。まあ変わらずと、まあヒードランはなぜいじられてしまったんだと。でダークライです。はい、ダークライこれね強そう。3秒で書いたみたいなね、ダークライですね。めちゃめちゃ強そうですね。そしてまあここまで見てきたということは、皆さん最高神を思い浮かべてると思います。頭の中であれ流してください。デンデデデンデン流してください。はい、こちらです。輝かしい存在ですよね。もうこれがポケモンの神なんだと。であとは製品版に出なかったポケモンがいて、キマイランっていうポケモンですね。これはなんかちょっと面白そうですよね。なんかなんだろう、ライコーエンテスイ君の新しい種類なのかなみたいな感じでもありますけど、まあこういうのもねいたかもしれませんっていうところですね。でまあ先ほど言ったオスメスの違いっていうところなんですけど、まあ若干説明しきれてなかったので資料を見つけたんですけど、こちらですね。例えば特徴的な部分が短かったりするんですよね。水五郎とかだとこういう風になるみたいな予定だったそうです。結構ガラリと変わってしまうっていうのは難点ですけど、面白いところではありますよね。これとか違いわかりますか？リザードから変わってないみたいな感じですね。角が一本だったり、あとブラッキー可愛いですねこれね。まあまあまあ、ただまあ元々のデザインが良かったって人はね、このオスメスでね厳選要素みたいなのも出てきてしまうんでね、まあそういうところも鑑みてやめたのかもしれないですね。先ほど言った要素とプラスして、まあ詳しく見たい方はこれ参考にしたいとポケモンメモさんかなを見てみてください。URL 貼っときます。まあ気になる方はそこら辺見てくれれば楽しめるかなって思います。はい、というわけで今回はさらっとポケモンベータ版モンドパール紹介してみました。そういえば遺跡強化期間終わってなかったんで、まあ、ダイパから離れて次は3分の動画あげます。それではご視聴ありがとうございました。